1000円が8500円だったわ。つまんねえ。飲まれテレビだ。ありがとう。1万円札が1枚も入ってないんだけど、じゃあ僕さ、恐ろしいこと、5000円札が3枚入ってて、1万円札が1枚もない。焼きやってないの。勝ちといえば。ですけど、問題は。いや、要は朝一台が5ゲームからで出たよね。しかも知らん間に47スロットに47枚スロットになってるし、その分54枚交換やからちょっとはいいけど、桜マナでもして、メガホンです。配信をつけてないってことはカリちゃんになってるのってこと、2700の常です。配信して撮ったの。おっちゃん今西成おるから。あの日以来ああいったとこ見たことないんだけど。かりちゃんのたこ焼き屋さんって移動しながらやってんの。すごくない？移動しながらやってんの。世界からここまですぐやな。いや今日はでもようペカったな。11ペカかな。ビッグ7バケ4、ビッグ7バケ4、1500ゲームぐらいで最終136分の1までしたからもうやめたから、落ちていくときは一気に落ちていくからな。最終だけはもうないと思う。今日だってスタート5分の1やったから、合成確率5分の1スタートだったから、次も33ゲームでビッグ引いて19分の1や、合成19分の1ビッグ2回みたいな。
のね、もう開いてるで、早いな、うん、もう開いてるで、早いな、マジかよ、今何言っちゃう、怪しいやつしかいないよね、これね、怪しいやつしかいないよね、なんかあんなやらしい格好の姉ちゃんが、あんなこんなやらしい格好の姉ちゃんパートがあるんですけど、でもこのお姉ちゃんこっついから、まあこの辺のおっさんから跳ね返すんやから、外人さんやん、外人さんやん、あ、泥棒市見に行く、泥棒市見に行く、泥棒市の方、オーライ、泥棒市見に行く、あの閲覧増えたら泥棒市ですわ、閲覧が増えた、全然閲覧上がれへん、どうした、もう俺ちゃんの力、普段の力に戻ったか、レイカどこにおんの、むしろレイカはどこにおんの、教えてくれたまえ、一人配信したやつどこおんの、よな、西成パトロールと車でやってるやつで、飛び田の店って昼間もやってんの、どこやろ、西成パトロールするやつが今どこなのかよくわからん、こいつ閲覧50やから、閲覧50やから、その周りをうろうとしとけば俺ちゃんにもしてもらう、こいつの配信スネークしたら俺ちゃんに閲覧が50流れてくるから、閲覧横取り大作戦、閲覧横取り大作戦、どこや、どこ止まっとんの、こんなとこ行かないな、どこ止まるかな、警察署があるところ、どこやろ、串カツ食べに行きます。あの今西成配信してるやつがおるから、それとスネークしに行こうと思ってるんだけど、どこやろな。警察が斜め前にあるところの扉の近くって、まあそこしかないな。結局7500円しか買ってないよ。最後一箱飲まれちゃった。うん、換金したら8500円しかなかった。2万ぐらい出た。ああじゃあね。僕どうぞえも。ほんわかパパ、ほんわかパピーどうぞえも。マックス1200枚超えてたのに、2万4千本出てたのに、換金したら8500円しかなかった。これだよ、大損超えた気分やわ。1000円5ゲームから買ったのにすっごい大損超えた気分だ、うん、どこにおんねやろな、西成の配信してるやつ、そうそう、1200枚だから、
よし今日はボロ勝ちや夜までひたすら打つぞと思ったらハマっちゃレギュラーハマっちゃレギュラーハマっちゃレギュラーハマっちゃ出ないみたいな一気にコイン減ってた、まあ、隣のマハママンなんかは全飲まりしとったから俺ちゃんマシな方やけど、隣のおばちゃんも隣のおっさんも全飲まりしとったからな、俺ちゃんの台だけがまだまともやったけど、ほんわかパップ、ほんわかパッポ、どうざえもん、どうざえもん、どうざえもん、ほんわかパッポ、ほんわかパッペ、どうざえもん。俺ちゃんドラえもんの歌うますぎるだろ。依頼来るんじゃない？レコーディングさせてって依頼来るんじゃない？ドラえもんの何の歌。ほんわかパッポ、ほんわかパッポ、どうざえもん。僕どうざえもん。あ、どっか行きよった。どっか行きよった。くっそ、どっか行きよったな、この車。どっか動いとるやん。なんやねん。なんやねん、こいつ。どこ動いとるの。せっかく後をスネークしようとしてるのに、どこ行ったの。あ、黄色いおっさんだろ。黄色いおっさんだろ。どこやろ。さっき黄色いおっさんがおったろ。ほんわかパップ、ほんわかパップ、どうざえもん、どうざえもん。から渡ったんだ。おじちゃんなんか花火一発ですぐ買いに行く。花火5発って言ったの。5発花火5発、2000円ももらってな、300円のたこ焼き買うってふざけてんのか、これ。ああゴミがあって、なんか薄緑色の車が止まってる。どこやろ、どこやろ。ゴミのままで薄い。これか。551の肉まんはこのとこ売ってない。1万円。どこやろうな。ずっと待っとんだろう。っていうか西成を車で配信してる時点でどんだけやねん。暑いわ。アイリンシェルター無料休憩所犬種の館。俺ちゃんのこの車輪こさ、ブレーキが全く効かないんだけど、やばくない？ブレーキが全く効かないから魔法を持って変えとくわ。暑い。
がどこに止まってんのよ。この建物がどれかわからんのよな。いや、増やしには行かないです。パトカー止まってる。パトカー止まってる。どうざえもん、どうざえもん。本はかぱっぽ、本はかぱっぽ、どうざえもん。なんでや。おかしいや。セット増やしに行きたい。で、200円ぐらいでしょ、これ。じゃあの配信者どこにおんねやろな、マジで。あんな車どこにも止まってないねんけど。緑色の車なんかどこにも止まってないねんけど。自販機に補充に来てるところなんかないで。君らも探してくれたまえ。この日なりパトロールの配信者が今どこにいるのか。こいつをスネークしたいけど、どこにいるのかわからない。ちょっと俺センターの周りぐる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 回ってるのに、こんな車に一台もないぞ。そうそう、それそれそれ、どこにおんの今。俺ちゃん今西成におんねんけど。あ、降ってきた。ことぶき、赤い屋根のことぶきってどこや。どこ。そんな建物ないぞ。公園の方か、公園の方か、公園の方やな。公園の方か。
高いテントのことぶきの良さをまずは。テント、公園の近所で赤いことぶきのテントのところに車が止まってるから、そこへ近づいてうろついておけばこいつを捕まえることができる。ほんわかパピーどうざえもどうざえも、暑いわ。公園どこなんだよ。あれか。公園どこにあるんだよ。ちょ、うちのマップ消えちゃうよ。うちのマップは消えちゃうよ。Thank you.